さあ続いてご紹介する企業様ですが、はい、ミシェルさん、女性の美っていうのは心も体もどちらも大切だと思いませんか。いやーそう、やっぱりそれを2つが伴って、幸せだったり綺麗だったり、そういうそれが美だよね。出てきますよね。今回はですね、はい、長野県でトータルヘルスサポーターとしてライフスタイルの改善をサポートしていらっしゃるこちらの企業様です。うちの袋も長野でございます。多くの女性を悩まし続ける肩こりや腰痛、さらにストレスや生活習慣の乱れなど、現代社会で活躍する女性たちにとって目には見えない多くの悩みと戦い続ける現状があった。そんな世の女性が追い求める安らぎを自身の技術で生み出す女性がここにいる。心身ハリキュー治療院院長田奈美。長野県を拠点に美と健康の両立を掲げる心身ハリキュー治療院では、今注目の美容鍼灸を通じ、ハリやお灸、そしてオイルトリートメントやマッサージなど、ライフスタイル全体の改善を促すトータルヘルスサポーターとして、患者の今に必要な施術を提供し続けている。今回は田奈美をスタジオに招き、女性の健康と美から実際の施術方法まで詳しく話を聞いた。まずやっぱりお名前のその心身さんという響きが素敵だなって、真心と書いて心身さん、これ由来を教えてください。そうですね、私中国出身なので心身、中国語の意味は精神、誠意の意味なので、そのような気持ちで、はい、毎日施術に、はい、頑張っております。なるほど。心身ハリキュー治療院さんは場所はどちらにあるんですか。そうですね、長野県の長野市にあります。ここで中国出身の田奈美がなぜ日本で鍼灸の施術を行うようになったのか、気になるこれまでの歩みについても話を聞いた。私は出身は中国の黒竜江省なんですけれども、昔の満州と呼ばれるところなので、小さい頃から日本語が喋れる方が周りにいたので、日本が割と身近だったので、あ、そう育ったところが、そうだったので、で日本語はちょうど2000年前半ぐらいに日本企業が中国に進出するタイミングで、自分が進路を考える時期で、じゃあ日本語を勉強すれば就職にも役立つかなと思って日本語を勉強しました。素晴らしい日本語だよね。ありがとうございます。でもしっかり資格も持ってらっしゃるみたいですよ。日本語能力試験1級を、はい、獲得しました、中国にいた時。そして向こうで資格を取られて日本語を本当に勉強されて、そして日本に、日本語を勉強してるうちに、なんか日本の文化に興味が持つようになって、どんな国かな、どんな皆さんはどんな生活されてるかなと思って興味が湧いて、日本に行ってみたいと思って。そして日本に来られて、今のお仕事の勉強を始められるわけですか。そうですね、日本に来てまずアルバイトがしないといけないので。学生で来たんですか。学生で留学に来ましたので、はい、学校の先輩に生大のバイトを紹介してくれたので、はい、そこからもしかして、はい、バイトしながら生大の資格も取得できますので。それ日本で生大をやってるその日本人の先生、はい、日本人の先生の、あ、じゃあ言葉も何も全部そこでまた使えるわけだ、はい、そうです、そうです。自分の力でこんなに皆さんを喜ばせるなんだと思って、何かもっと生態と合わせてもっと皆様健康になってもらえないかなと思って、でハリキューにたどり着きました。はい、で過去3年間通ってバイト、日本で通ってしながら、はい、で国家試験を取得しました。整体のアルバイトからスタートし、異国の地で開業することとなった田奈美。現在経営する医院ではどのような患者が多く訪れるのか、開業に至った経緯とともに
さらに詳しく話を聞いた。そうですね、私はさっき話した勤めたところが患者さんが毎日すごく多く来院されてて、なんか女性特有の悩みに悩んでる方が多くて、でその私は女性をメインに担当したんですけれども、うん、でそのうちになんか私に施術してほしいっていう声が増えて示されるようになって、じゃあもっと自分の力で多くの女性に役に立ちたいという気持ちが強くなって、で自分が開業に至ったんですけれども、その女性特有の悩みっていうのは具体的に教えていただくとどういうことですか？そうですね、うちは女性の方が一番多くて、で30代から60代の方が30代から60代、そうですね、40代から60代の美容で言えばやっぱりたるみ、ほうれん線、シワ、たるみ、ほうれん線、シワ、そうですね、いっぱいありますはい、20代と30代の方はやっぱりニキビとかニキビ跡とかの方もすごく多いので、あと最近はブライダルで、はい、LINE 通ってる方も、はい、カブルで来てくださったりとかも、まあ、妊活も兼ねて、妊活ね、はい、そうです、来てる方が多いです。美容鍼灸っていう分野に一番強いっていうことなんですかね？そうですね、美容鍼灸を一番メインに、さっき話したお悩みで、あとは、まあ、妊活されている方とか自律神経失調症の方とか、はい、まあ、普通に肩こり腰痛の方も、うん、若い方は生理痛とか生理不順とか、うん、はい、産後のママさんが骨盤矯正とか、はい、そうです。マッサージっていうのもされるんですか？マッサージも、はい、します。します、痛いところだけじゃなくて全身を見るのが基本にして、うん、針してでマッサージもして、はい、しかし美容のための針に抵抗のある患者も多いのではないだろうか。実際に施術を行う田奈美にお客様の反応についても話を聞いてみた。そうですね、やっぱ皆さん世間的には針に対して怖いイメージが持ってる方が多いようなんですけれども、でも実際に針もすごく髪の毛ほど細いので、皆さんとカウンセリングしながら刺激度とか考えながらやりますので、やってみて、あ、こんな感じなんだなって、はい、最初にね、うん、先生の医院でのご様子のお写真届いてます。治療風景かな、これね、うん、これはどんな治療されてるところなんですか？美容バニーを、はい、の施術をしてるところですね。なんかおでこにもいっぱい刺さってるよ、はい、おでこじゃないのか、まつげ、眉毛、そうです、この辺に今顎のあたりに刺してるのはリフトアップ、リフトアップ、そうです、はい、これが針を施術の後、頭皮のマッサージをしているところです。あ、気持ちよさそうだね。気持ち、皆さんこれ気持ちいいって。気持ちいいんだね。いじってくれるとね。そうです。そして今回はその美容鍼灸を田奈美に披露してもらうことに。本来の全身施術ではカウンセリングから始まり、漢方フェイスパック、東洋医学ヘルスチェック、全身鍼灸治療、離岩針、足のマッサージ、頭皮マッサージ、経絡小顔マッサージ、翡翠ローラー、チェック、アフターカウンセリングという流れで行われるが、今回は特別に短い時間でどのような変化が得られるのか、そして施術から1日後体験後の感想を聞いてみた。針が入った時の感触はありまして、その後すぐマッサージをしていただけるので、まあ、そのうちすごいリラックスをして、で、まあ、箇所によっては入る感触がある部分と、まあ、柔らかい部分とかはもう全然もう痛さとかも全然チクとかもなくサクッと入って、はい、すごいリラックスしてできました、まあ、お肌の調子はすごく良くて、まあ、化粧のりもすごい良かったなっていうのをすごい感じたのと、まあ、私すごいクマとか結構顔色悪い方なんですけど、普段
で比べるとすごい明るくなったなっていう印象がすごいありました。今の鍼治療の業界の流れだったり現状ってどういう感じですか？今の院のやり方は長野市唯一の日本美容鍼灸マッサージ協会の認定美容鍼灸院なんですけど、はい、そうです。で、代表の上田隆夫先生から美容鍼灸認定士の資格を取得して、はい、今も毎月1回ぐらいはセミナーに、はい、行くようにして、はい、そうです。お客様からの反響って、はい、どういう何か。いただきます声を。そうですね、よくいただいた声はやっぱりと周りからすっきりしてますねとか、はい、それはもうめちゃくちゃ嬉しいです、ね、あとやっぱり皆さんは自信がつなぎ、あ、自信になる、自信になるっていう、はい、人に出る前にも億劫にならないとか、人前ね、はい、人前に鏡見るのが楽しみになりましたと。リピーターさんもやっぱり、ね、多いんだそうですね。そうですね、うちは95倍以上はそうですねリピーターしてくださってますね。 95% 以上、 95% 以上はそうですね。新たな展望だったり目標も教えてもらえますか？うん、そうですね、長野地域で金光ドビーの、うん、はい、コンシェルジュであり、でハリキュー美容鍼灸を通じて、うん、まあ、金光ドビーの続いては、まあ、未病の予防のでお手伝いができたら、で身近のホームドクターとして地域貢献、はい、していきたいと思います。いいね、長野地域ますます元気になりますよ。あとはそうですね、金光美人菌を目指したいと思います。健康美人、はい、長野は長寿菌なので、ね、まあ、健康美人菌を、そうですね。笑顔あふれる施術で女性の美をサポートし続ける田奈美。そんな彼女が胸に留める格言とは？いつも自分に話しかけてるのが、夢は夢はないんですね、すべて目標にして達成するようには常に自分に、はい、言ってる、言ってます、言い聞かせ、はい、聞かせてます。はい、プロとしてさまざまな能力も高めて、これから中国や台湾に向けて金光ドビーの活動もしていきたいと思ってます。はい、今度は逆に行くわけです。日本から向こうに行って、はい、持っていくっていうね。で、日本の良さも分かってますもんね。そうです。中国の力ももちろんよく分かってるし、はい、ああいいね。日本とも中国の架け橋にね、はい、そして長野とね、はい、本当にね、心温まる話、はい、今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。